青木修の話しておきたいこと。ここからはスタジオ部員によるコラムのお時間です。今日は土地規制法、ねうん。あのー、これ安倍政権下でできた、あのー、成立した、あのー、法律なんですけれどね。僕簡単に言うと、まあ、これが二十日の、この二十日に、あの、全面施行、全面施行されたんですけれども。うん、僕簡単に言うと、どういう法律かっていうと。 例えば米軍基地とか自衛隊の基地とかあるいは原発とかねあるいはその離島国境に近い離島なんかの,まあその重要施設っていうふうに言うらしいんですけれども重要施設の周辺を指定してその中でその住んでる人とかこう建物とか土地を使っている人なんかをこう調べるとと同時に機能,機能を阻害行為つまりその基地とか原発とかの機能を阻害する行為に関しては 刑事罰罰も含んだ罰則を課しますよとこういうい法律例えで,す、ね、<ー>でその、まあ、自民党なんかは最初言ってたのはそ,のそういう施設の周りを外国資本が買い占めたら大変じゃないかって言ってたんだけれどでも実はこれ防衛省が調べてみたら自衛隊の防衛施設の周りを買い占められてるなんて事例はほとんどなかったんですけれども。 それでもこういうのは必要だって言って強引に作られちゃったんだけれども問題はさっき言ったこの重要施設って何なのかまあ僕は米軍基地とか自衛隊基地とか原発って言ったけど法律に書いてないんですよそれからその機能阻害行為っていうのが何かっていうのも法律に書いてないんですよなのでそれはまあ政府とか時の政権が政令で定めるってことになっていてそうなってくると例えば沖縄なんかではね、米軍基地反対運動とかやってるじゃないですかあるいは 全国各地で原発反対運動なんかがあってそういうその反対運動の集会とかデモとかもその機能阻害行為っていってその規制や罰則の対象になっちゃうんじゃないかっていうようなことをみんな心配してるんですよねなのでこれ全面施行の時にちょっと注目してたんですけれども、まあ、今回いろいろな基本方針でこう累計は出てるんだけれども例えば私有地での集会は、えー、対象にならないっていうふうに言ってるんですよ。 でも私有地の集会が対象にならないならいんて当たり前でしょ、うんうん、他の、ね、場所でもそうですもんね。そうだから例えば公道道路上でこうデモしたりとか集会を開いたりとかもちろん許可取った方がいいかもしれないけれどもっていうのはどうなるんだろうかっていうようなところが非常にその曖昧なのでこれ全面施行された時、まあ、あの成立法律が成,あの成立した時も。 僕も含めていろんな人たちが問題点指摘されたしてたんだけれどもこの法律が全面施行されてやっぱりこう恣意的な運用っていうものの懸念がものすごくぐえないあえてねすごく皮肉なこと言えばその自民党の人たちが最初言ってたのがさっき申し上げたように基地周辺とかを外国資本にこう買い占められたら大変だなんて言ってたけれどでも考えてみたらまあ,あの安倍元首相の銃撃事件を機に統一教会の問題がこう、ね、クローズアップされたけど。うん 土地を買い占められるどころか政権の中枢の人たちが外国由来のカルト宗教にこんだけズブズブになってた方がよっぽどやばいんじゃないのなんて僕の方が思っちゃうんだけれども<ー>まあそういう皮肉はともかくとしてこういうその曖昧なこう市民の基本的人権とか集会とか表現とか結社の自由みたいなものをこう制約しかねないような法律が。 こういうい中身が曖昧なまま全面施行されるということに関しては僕らはあまりこう大きくニュースでは取り上げられていない問題なんですけれどやっぱり気をつけてちゃんと見ておかなくちゃいけないなというふうには思ってはいるんですけれどもそれだけあいなまま全面施行という形なんですね、うん、そうで一応、政府はこういうことは取り締まりますよとか機能阻害行為というのはこういうことを言うんですよとかね例えばレーダーで飛行機を照射する行為なんていうのはあ<ー>、まあ、それはそうだよね。そ<ー>それはは別にししかしそんなものは 別に他の法律でも取り締まれるわけですよだってそんな、はい、のレーダー照射したら、ねはい、飛行機だって危ないわけだから、はい、だけどこの法律がこうそういうその類型っていうのを政府は一応示したんだけれどもでもその累政府が示した類型なんていうのは政権が変われば。 ままた変ええすよって言えば勝手にだから法律だったら国会できちんと審議をしてその賛成を取って多数決じゃないと変えられないけど政府が示したある意見なんていうのは時の政権が結構自由に変えられちゃうわけですよ勝手にね。なのでそういう曖昧なこう法律で全面施行されちゃうとまずいのでやっぱりきちんともう少し もう一度国会で詰めた議論あるいは重要施設が何なのか機能阻害行為が何なのかっていうのことをもしこの法律が必要なんだったらきちんと書き込むようなこともしなくちゃいけないんじゃないかと僕は思うんですけどね何かあったときに、ねうん、一覧でないと,なと、ね、そうですね。 曖昧だっていいいうところがすごい怖いですご怖でね今回の国葬だってなんかあの閣議を通さずに曖昧なまま私たちに国民にとって曖昧なまま決定してしまったものだからこうやって曖昧って言葉に隠れてあの政府内閣がやりたいようにやっていくっていうことがどんどん増えていくのは怖いです,ねそうなんですよね。だからこうまさにバビさんおっしゃる通りその国葬と同じでね、うん、だから国葬をやるんだったらさっき言った通り国全体としての弔意を示すんだったら。 行政府だけじゃなくて立法府もだから立法府の方がむしろ国権の最高機関なんだから国会でき,きちんと議論をして合意を探らなくちゃいけないのにもう閣議決定で決めちゃうっていうのが、まあ、特に安倍政権で強まったわけですよ例えば憲法解釈まで閣議決定で変えちゃうっていうのがあって、まあ、安全保障法制なんかがそうですけれどねそういうようなことをしていいのかだからそういうのばっかりが横行しちゃうだから行政府にもう丸投げで国会は議論をしない。 この間だって国会なんてずっとまだ夏休みですよ、うん、こんな状況で本当にねこう曖昧なまま決められていっちゃうんじゃ本当に困るっていうのはバビさんおっしゃる通りなんでこの土地規制法の問題も、まあ、国葬の問題は今日行われてますけど国葬の問題も。 あきちんと国会を開いて議論してもらいたいなと思いますけれどもねやっぱり政権が長く変わってないっていうのもこういう流れになるポイントの一つだったりするんですか、ね、それもあるでしょうただそのやっぱりこうなんていうかな立憲主義だったりとか権力三権の分立だったりとかっていうその、まあ、あえて言えば憲政の王道っていうかね要するに政治が本来どうあるべきかっていうことに対する意識が。 まあこれ野党もそうかもしれないけれども、特に政権を握っている、権力を握っている与党の皆さん、あるいはその閣僚の皆さん、かつてに比べて、だいぶその意識が薄れてきてませんか、乱暴になってきてませんかということは言ってかなきゃいけないでしょうねずれにしても議論がね、必要なものだなと思います,す、ね、青木治の話しておきたいこと、このコラムは、ポッドキャストや youtube でもお聞きいただけます。 文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR おいでよクリエイティブの YouTube チャンネルぜひチェックしてください。